九代目、中村福助は、歌舞伎役者、俳優。矢号は、聖駒屋。本名は、中村栄一。父は七代目、中村主観で、弟に八代目、中村主観。長男に六代目、中村小太郎がいる。所属事務所は、アーロム。青山学院高等部中隊。1960年10月29日、七代目、中村主観の長男として生まれる。 1967年4月大歌舞伎にて父、7代目、中村主観襲名公演として模様された歌舞伎座、野崎村の庄屋のせがれ、映座他で5代目、中村小太郎を名乗り初舞台。1981年に、名代的認証を取得し、1983年に、芸術編章新人賞を受賞する。同年、重要無形文化財に認定され、 伝統歌舞伎保存会会員となる。1992年4月大歌舞伎にて、歌舞伎座、金閣寺の雪姫と、娘道成寺の白拍子花子で9代目、中村福介を襲名。同年結婚を発表。2005年、日本芸術院賞受賞。父、7代目士官から流れる小駒屋の女型芸の継承者として活躍するほか、義兄18代目。 中村勘三郎が生前に企画し、旗揚げした国運歌舞伎でも弟、三代目橋之助と共に出演している。近年は歌舞伎のほかテレビドラマ、映画への出演も多い。2011年10月に父が逝去したことを受けて、日本舞踊中村流の宗家に就任する。2013年9月、聖、駒屋の大名跡である。 中村歌右衛門を7代目として襲名するとともに、長男小太郎20代目福助を譲り継がせることが明らかとなったが、同年11月公演を体調不良のため、途中降板。脳内出血による筋力低下のためしばらく休業することが発表された。以後、歌右衛門、福助ダブル襲名は保留となっている。2018年9月2日開幕の、 終残祭9月大歌舞伎で4年10ヶ月ぶりに舞台復帰。ありがとうございます。